元暦2年1185年の2月の屋島の戦いで義経軍に敗れた平家はもう一つの拠点だった本州と九州の間にあるね関門海峡にある平家型としては九州からの補給と増援を期待したいところだったんですがここで頑張ってね九州へ渡った降り,り軍カバちゃんのお兄さんがねその経路を遮断したのが 大きかったですねなんかのりおりお兄ちゃんねいつも地味で目立たないんですけど結構ね重要な働きをしてるんですよ。 今回ねなんかお兄ちゃんいいじゃんやるねって思いましたものそうそうそうお兄ちゃんね陰で頑張ってるんですよ <laughs> まあそのノリオリお兄ちゃんの頑張りのおかげで平家は彦島で孤立する形となりまして時は3月24日いよいよ鎌倉軍と平家軍の最終決戦断の裏の戦いが始まり この時平家の船は500層ほどで義経の方は800層ほどだったと言いますけれども平家はね船戦くに何と言ってもたけていましたから勝負はほぼ互角前半はむしろ平家の方が有利だったと言いますねでこの壇ノ浦の戦いもいろんな説がありましてね一番有名なのが潮流説です。<laughs> <laughs> つまりね壇の裏にはこう潮の流れがあるんですよね戦が始まった当初はこう平家が潮に乗って船を進めたんで義経軍を圧倒してたんだけどその後時間が経ってこう潮の流れが変わって今度は義経軍に有利な流れになったんで平家が押し戻されて負けてしまったんだっていう説ですね。ここれはは結構有名な説な説んでですが最近ではねのの潮の流れって いうのは船の戦にそんなに関係ないじゃないか？っていう説があって、まあ一緒に動きますからね。どっちにしてもね。なので、単純に九州からの補給がない。平家型が矢をもう居尽くしてしまって亡くなった。ところで、義経軍が反撃に出て勝ったんじゃないかって？か とというののがまあちょっっ主力なな感じの説になっております。「平家物語」には義経側の勝因は義経が当時っていうのはあの非戦闘員を殺さないね過去の船をこう漕ぐ人ね過去っていうのはまあ非戦闘員なのでこの非戦闘員を殺さないっていう不分律があったのにそれを義経が破って船の過去ですね小ぎ手をこう居殺した。 っていうのがまあ,一つとあとねあの平家側の味方だった水軍が裏切ったというのがねこの2つが大きかったというふうに書いてあるんですけれどもとりあえず「吾妻鏡」には両軍は最初海上3 0 0ルほど離れて向かい合って平家は500艘の船を3つに分けて戦いを挑んできたんですが正午頃には戦いが決して平家の敗北が決まって。 と書いてあるんですね言ってしまえば壇ノーラの戦いってそれだけのことなんですけれども非常に有名なのはどうしてなのかというと、まあ、やはり平家物語の影響なんですよもうねあの平家物語のダ壇ノラの戦いがむちゃくちゃ悲劇的で美しいんですよね。 日本人がこう滅びの美学をよしとするのはこの「平家物語」のこの「平家が滅びるシーン」があまりにも美しかったからじゃないかっていうぐらい美しくも悲しい名シーンが山ほどあるんですよね。何かご存知でしょうか山ほどあるのに何も知りません。<laughs> <laughs> ない市みたいなの。 お、なすのよいち、よくご存知でもね、残念ながら壇ノ浦じゃなくて、それは屋島の戦いの話でございます。お、よくご存知じゃあ壇ノ浦ね、平家物語の壇ノ浦の話をしてみようと思うんですけども、箱を射殺されまして、船の制御を失った平家側の船には、どんどんと鎌倉の兵たちが乗り込んでくるわけですね。それを見た平野智盛 平の宗盛の弟にあたる人なんですけどこの人が安徳天皇が乗った御座船の人たちに船内が見苦しくないように掃除をせよいらぬものは全部海にしてよって言って命じましてそしてね間もなく珍しい東男どもをご覧になれますよと言ってニヤッとこう笑ってみせたんですね。別にね余裕ぶっこいてる風にも見えるんですけれどもつまりはもうすぐこの船にも敵が乗り込んできますよって意味で。 これを聞いた2位の尼清盛の奥さんですね時子さん宗盛とか智盛のお母さんで安徳天皇を産んだ、まあ、徳子さんのお母さんでもあるんですけれどもこの2位の尼がも,もはやこれまでと覚悟を決めまして三種の神器の一つである剣を腰に刺しまして孫の安徳天皇を抱いて船畑に立ったんですね。すると幼い安徳天皇が天子ぜ 我をどこに連れて行くのじゃと尋ねるんですそれに対して二位の尼が「この世は悲しい嫌なところでございますから極楽浄土という結構なところへお連れするのですよ」そう答えて安徳天皇に両手を合わさせると「波の下にも都がございましょう」そう言って海に身を投げたのでございましたこれを見た。 平家の金達たちも共に手を取り合って鎧とか怒りとかこう重し代わりに体に身につけて次々に海に海飛び込んだんだですね。そんな中平の範ねこの人はあの平家の中でも一番の猛将って言われてる人で都でね一番強い弓を引くとまで言われた武将なんですけれどもこの範ねがこう持っている矢の全てを置いて敵を殺しまくりましてこう矢がなくなると今度は勝 片手にね大なぎなたを握ってそれを左右に振り回して戦ったんでとうとう向かってくる敵がいなくなるほどなったというふうに言うんですがその「鬼神もかくや!」っていう立ち回りにそれを見ていた知盛が「大した敵でもないのにあまり罪作りなことをなさるな」。 ってたしなめたんですね知盛にすればもう平家の敗北が決まった以上無駄に雑兵を大勢殺してこれ以上罪を作るもんじゃないっていう意味だったんですけれども範、えー、ねの方は「お雑魚じゃなくて大将を撃て」ってことだなというふうに勘違いしまして「源氏の大将はどこだ?」って大声で義経を探しまくるんですね。 元々義経はまともに相手をするつもりはなくて隠れていたんですが、まあ、運命のいたずらなんでしょうかなんと偶然ツネに見つかってしまいます。大将を見つけたりと叫んだツ恒が自分に飛びかかってくるのを見た義経は船端をダンと蹴るとひらり と身を浮かせて6メートルほども離れた味方の船に飛び乗って乗りつねを避けたんですねこれを見た乗りつねは太刀もね薙刀も海に投げ捨てるともう兜も脱いで放り投げ 鎧の草ずり、あの、銅の下についてるビラビラってしたやつね。あれもこう引きちぎって海に投げ捨てると、大手を広げて仁王立ちになりまして、我こそはと思わん者は近寄ってノリツネを生け取りにしろ鎌倉に行って、頼朝に一言物申さんそう叫んだんですね。でも、怖いから誰も近寄れません。その時、秋サ光っていうね、三十人力とも言われた怪力を持つ男が、 どんなに有毛な武者でも3人がかりで向かったら捕まえられるんじゃねえかと思って弟と老頭3人で価ちを振るって「やー で、ノリツ常に向かっていったんですが、ノリツ常は少しも慌てず、まず、ートを蹴って、馬に落とすと、次にね、実光兄弟を捕まえて、それぞれ左右の脇に、はッと挟み込んで、貴様らは俺の死での旅の友を知ろうそう叫んで、秋兄弟、もろとも海に飛び込んだんですね。この時、ノリツ常は26歳の若さでございました。 ちなみにこの時義経がり常から逃げる時にこう2畳まあ約6メートルぐらいですねこう飛んだっていう話が後に尾ひれがついてまあ次から次へと発想もの船を飛び移ったっていうことになったのが義経の発想飛びのエピソードなんですね。 たらそもそも重い鎧を着たまま6メートルも飛べるのかって話なんでまあまあそこはね義経がかっこよければいいじゃないっていうことにしておきたいと思いますドラマではなんか敵の方に向かってこう飛んでたような気がしたんですけどそうそうそうなんですよねうん、うん、ドラマではやっぱもっとかっこよくしてねこう逃げたんじゃなくて向かっていく方がかっこいいですからね <laughs> だからそういう風にアレンジしたんだと思うんですけどこの辺はねかっこよかったらあれはあれであれなんじゃないでしょうか こうしたね、のりつねの最後や一門の最後を見届けた平野智盛も、最終的には地兄弟の平野家長と手を取り合って受水して亡くなります。この時、智盛が言ったとされる、見るべきほどのことは見つ。 つまりまあこの世の栄養映画も悲惨なことも全て見尽くしたという言葉がまあすごく有名でかっこよくてねなので歌舞伎なんかでは怒りとももりって言ってとももりがね重しにする怒りをこう体にぐるぐる巻きにして海に飛び込むっていうシーンがクライマックスになっているほどなんですねもうめっちゃかっこいいんでねドラマでもぜひやって欲しかったんですがまあね今回あの平家が主役のドラマじゃないんでねやらなかったのは仕方が。 なかったのかなとは思いますね残念ですけどね、うん こうして大勢の平家一門が受水して自ら命を絶った一方で一族を率いていた平の宗盛総大将ですよね。この宗盛は泳ぎが上手だったもので飛び込んだんだけどついつい泳いじゃって水面に浮かんでいるところを鎌倉方に生け捕りにされてしまうんですね。後に鎌倉に送られた宗盛は必死に命いをするんですが無分の東洋としてみっともないって思われた だけでまあ結局今日に送り返されて処刑されてしまいます。 まあだいたいねあの胸盛りっていう人ね情けなく描かれることが多いんですよね。でもあの私は個人的に胸盛りも好きなのであの今回のドラマの胸盛りはねかっこいいしね気品もあるしねなんかこう幸太郎さんのあの胸盛り良かったなと思いましたね。やっぱりこう兵権一門引きいる総大将なのでまあ戦は下手なんですよ。それであのあんまりこう粗ごととかは得意じゃないんだけどああいうなんていうのかな品のいい人でねそれでそこまでみっともないことはやらなかったんじゃないのかな。 あとね安徳天皇のお母さんの入院平徳子さんねこの人もあの壇ノ浦で海に飛び込んだんですけれども髪が当時の人なんで長いじゃないですか。これが浮力になって で浮いているところを鎌倉勢に熊手でこの紙をね書き取られて引き上げられて助けられてしまうんですね後に彼女は出家して京都の郊外の大原あそこでまあ一族の菩提を弔いながら静かに生涯を終えたと言われているんですがさすがにね天皇の聖母ですし女性なんでね鎌倉方も朝廷も命を取ろうとは考えなかったようなんですね。 ということで、今日は平家が滅んだ壇ノ浦の戦いについて、お話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。なんで安徳天皇を自炊したの。 そだから、それがさ美しく平家物語では描かれているから幼い安徳天皇もね。なんか命をなくしてかわいそうっていうね。涙涙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 涙お涙頂戴で話が流れてるんだけど、今でいうところの無理心中じゃないですか。ばあちゃんが一族が滅びるんだったら、もう孫も一緒にっていうね。なんかそこが釈然としない。落ち着いて考えるとこれってひでえばあちゃんじゃねと思ったりもするんですけどね。ただ、あの今まで日本の価値観ってほら、やっぱり親が自分だけが死んだら子供たちがかわ。 って言って殺すっていうのがなんか不思議と昔から日本の価値観だったじゃないですか。だから、まあ当時の昔の価値観だとこれは当たり前だし、哀れを誘う気の毒だな。でも殺すのはそのおかしくね。とは思わないんですよね。天皇は生かしても殺されることはなかったんだから、生かしといても良かったんじゃないかなと思うんですけどね。うん、鎌倉方だって天皇を殺すつもりは一切なかったわけですからね。だからね。なんかその辺は公平家のそのいわゆる身内意識。一族諸共だって。全 一緒に死のうみたいなのでねそういうなんかこの日本的な身内意識で死ぬならもろともみたいなので殺されちゃったのかなとは思うんですけどねただまあ幼い安徳天皇まで死んだからこの壇の浦の戦いがよりなんかこう悲しくも美しくなってるっていうのはあるんですよね。 それは最近の価値観だからね、うん、最近ようやくね無理心中で親が死ぬのは勝って子供を殺すなよって思う考えになってきたけどちょい前のほらうちらが子供の頃は割と無理心中って普通だったじゃないですかむしろそっちが当然みたいな感覚だったから子供だけ生かしといてどうするんだみたいなそういう考え方が主流だったからね当然まあ鎌倉時代もそうだったんですよね。そうううっったけかかなのよ最近だからちょっとと、ね、改善されてよかったとは思うけどね、うんよかった この動画をご覧いただいてありがとうございます。気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。